あとはですね、竹村さん、林さんに変わる前に大事にしてる3つの考え方っていうのをお話しして、ちょっと切り替えたいなと思ってます。僕がやっぱりこのフランチャイズを立ち上げて運営の中で意識してるこう大事なことなんで、オーナーさんにもずっと伝え続けていることです。まず1つ目なんですけども、そもそもこのビジネスを作った前提っていうのは、いかに学習コストを削減して高い学習品質の環境を作るかっていうことをもう最大限意識してます。そもそもうちの業界って依存度が店舗じゃなくて、その分人に移ってるんですね。なので人が学習しないままスタートしちゃったりとかやっちゃうと全然数字が出ないんですよ。なので人の学習っていう部分に最大限フォーカスしてます。だからこそ逆にその無店舗っていうのもありますね。ちょっと矛盾するような話かもしれないですけども、基本的に学習しないまま初期投資を大きくして固定費を上げるっていうのは僕はナンセンスな考えだと思う。ただ店舗がない方がいいとは思ってないんですよ。そもそもうちの直営の店舗は一応間口あるんで、ちゃんと店舗として、そういう話じゃないんですけど、ちゃんとまずは学習してある程度オペレーションが慣れてる状態で、なおかつ集客基盤もある状態、そこで店舗を出した方が当然リスクも少ないし、集客基盤があるんで、その店舗の信用度みたいなところでリターンが安いだったりとか、当然オペレーションが慣れてるんで、その分客が増えた時をどん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 数字を上げやすいっていう感じですね。なので全部がその発想の中でやってるので、例えばなんですけど、うち最初1ヶ月から3ヶ月は比較サイトの運用をしましょうっていうのを方針として掲げてるんですよ。この1ヶ月から3ヶ月なんで比較サイトの集客を軸にしましょうって言ってるかっていうと、自社集客の方が客単価は高いんですよ。ただ当然広告費も高くなる傾向にあるんですね。要するにハイリスクハイリターンなんですよ。比較サイトで逆に言うと、いろんな業者に行くんで、問い合わせだけの獲得単価っていうのはかなり削減できるんですね。ただ実際顧客の粗利単価っていうのは低くなります。なのでローリスクローリターンみたいな形です。なので最初は学習していくうちはローリスクローリターンの方に投資して、ある程度オペレーションが慣れてきたっていう基準のラインになるんで、そこの指標をある程度超えてきたらこっちの方にシフトしましょうみたいな形で運用をしております。そういう形で学習コストをいかに削減するかっていうところを常にフォーカスしていろいろと運用していっております。あとはそのデータの分析とかも含めてですね、これが一つ目に大事にしている考え方ですね。あとは二つ目ですね、これは開業時の話になるんですけども、あくまで SC 本部として僕らの意義っていうのはオーナーを引っ張ることではないと思ってます。これ言うのもちょっとおかしいかもしれないです、立場的に。オーナーがより速いスピードでより安全に突き進んでいくための補助輪として、ブースターとして僕らは機能するべきだとそもそも思っております。でそもそも僕は何をやるかじゃなくて誰がやるかが一番大事だと思って、ビジネスに関しては特にうちの場合は人に依存しやすい業態のより一層ですね。なのでこの意識を持ってもらわないと僕らが機能しなくなっちゃう部分もある。なので前提として自らオーナー店長が進もうとしないと機能しないですね。とはいえ僕らの役割というのはより早くより安全に進むためが僕らの多分役割だと思って、その上でブースターっていうのをどう活用していただくのかっていうのがオーナー店長っていうのに任せる部分なのかなというふうに思っております。これはちょっと開業時のイメージっていう話ですね。あともう一つです、これある程度数字が上がってきてからの話にはなるんです。最初は当然2、3局でやっています。その上ですね、ある程度言ってたらオーナーにも結構僕は言ってるんですけど、いちいちその下を覗きに行かないです。できない時にできないっていうの何も発信してくれなかったら気づかないし、それをいちいち覗きに行くこと自体は組織やコミュニティの成長を妨げることはしないですってはっきり言ってます。僕のこれはあくまで考えなんですけども、成長する組織コミュニティにおいては上を見続ける必要性があると思ってます。なので上を見続けなくちゃいけないので、下をずっと確認してるとやっぱその成長っていうのは遅くなると思うんです。僕の役割、そしてマクサス SC 本部としての役割はこのコミュニティの価値を上げていくこと、ブランドの価値を上げていくことだと思うんですよ。なので上を見続けなくちゃいけないから、ただそれだけに弱くてそうじゃなくて、大事なのはいかに相談しやすいまず環境を作るのかっていう間口を広くしておくってことですね。そこはかなり最大限意識しております。その上で相談されたら時間を作って共に考えて改善策を出していく、このスタンスで基本的に SC 本部として僕らは運営しております。まあこれはちょっと最初のうちというよりは開業してある程度経ってからの話ですね。本部として何もしてくれないって言われても、そもそも何か言われない限りは何もするつもりはないというか、本当に決まったことはやります。もっと数字が上げたいんだったらそれは相談してもらって共に考えます。ただ何も言わないのに何もしてくれないってなるとちょっと困っちゃう。やるべきことはそこじゃなくて僕はブランドの価値を上げてるだと思ってる、まあ、そんなのが SC本部としてマクサスとして、そして私個人として大事にしている3つの考え方
まあ、こんなところで少しでも興味持っていただいた方は、とはいえね、こんなこと言って あんまり、ね、たくさん来てたらこんなかっこいいことも言えるかもしれないですけども、多少ねやっぱりこう SC チャンネルさんに上納金というのを払わなくちゃいけないので、なんとかですね、あのクビにならないためにも次のステップに進んでいただけるとものすごくありがたいです。僕がこの先ですね FC チャンネルに出れるかそうじゃないかっていうのは今お口いただいて皆様にかかっているので、そんなところでちょっとですね変わりたいと思います。ありがとうございました。